リシュルュー。数奇教及び、リシュルー公爵アルマンジャンデュー・プレシー、1585年9月9日から1642年12月4日は、カトリック教会の聖職者にして、フランス王国の政治家である。1624年から死去するまで、ルイ十三世の最相を務めた。フランス西部の小貴族の三男として生まれ、 聖職者の道を進んだり主流は、1607年に、司教助会を受け、1609年に認に知られた。1614年の全国三部会に、聖職者代表として出席する。その時の活躍が認められて、正解入りした。ルイ十三世と母校、マリー・ド・メディシストの清掃に巻き込まれ一時失脚するが、裁判を認められて1622年に、 数奇教に任じられた。二年後の1624年、首席国務大臣、事実上の最小に任じられた。当時、ドイツを舞台に起こっていた三十年戦争をめぐる、外交姿勢、利主流介入に、積極的などをめぐって、母校マリーと対立したが、1631年に、マリーが、ドレーヌ校のもとへと逃れていった。中央集権体制の確立と王権の強化に、 尽力し、行政組織の整備、三部会の停止などを通じて、後年の絶対王政の基礎を築いた。また、国内のプロテスタントを抑圧し1628年には、フランスにおける、新協力の重要な拠点であったラロシェルを攻略したラ、ラロシェル包囲戦。対外的には、勢力均衡の観点から、同じカトリック勢力であるオーストリアハプスブルク家。 スペインハプスブルク家に対抗する姿勢を取った。そのため、国内では、ラロシェルを攻略したように、反国王の立場を取るプロテスタントを抑圧したにも、かかわらず、三十年戦争に際して、プロテスタント側、ハン・ハプスブルク家で参戦した。一方で、文化政策にも力を注ぎ、1635年には、フランス語の純化を目標にアカデミー・フランセーズを創設した。 これらの諸政策は一部の王族や、封建的な大貴族の強い反発を招き、幾度となくリシュリューを排除しようとする陰謀が、企てられたが、その度に発覚して関係者が処刑された。しかし、これらの動きは、リシュリューの死の直前まで続いた。1642年に、館のパレカルディナル、ゲンパレロワイヤルで没し、後に建てられた、パリのソルボンヌ教会に葬られている。 第二次世界大戦に参加したフランス海軍の戦艦、リシュリューが彼にちなんで命名されたほか、1959年から1963年まで発行された10フラン紙幣に肖像が採用されていた。後に、リシュリュー水気卿となるアルマンジャンデュ・プレシード・リシュリューは、1585年9月9日に、フランス西部の下級貴族夫妻の5人の子供の4番目、3男として、 パリで生まれた。リシュリュー一族は、ポワトゥの下級貴族ではあったが、父、1548年から1590年は、軍人でありか少ない裁判所長官として、国王ンリ三世に仕える帝臣であり、母シュザンヌ・ド・ポルトは著名な法学者の娘であった。アルマンが5歳の時に父は、ユグノー戦争で戦死し、家族には、負債が残されたが、 国王から恩給が施されたため家族は経済的な貧困に陥らず済んだ。アルマンは9歳の時にパリのナバール学寮へ入学して哲学を学び、その後軍人を志した。長兄アンリは国王アンリ4世に仕え、その側近となっていた。アンリ4世はフランソワの戦争での法相としてリシュリューケにを与えていた。リシュリューケはこの司教職の収入を もっぱら使用に供していたが、教会の目的のために資産を使うことを望む、聖職たちから訴訟を起こされていた。母シュザンヌは重要な収入源を守るために、次男はアルフォンスをリソン司教につかせようとするが、アルフォンスはの修道士になることを望み、司教職を拒否した。このため、弟のアルマンが聖職者の戸に入らねばならなくなった。痩せて虚弱な少年だったが学問を好む、彼は、 期待に背くことはなかった。1606年、国王側近の長兄、安リの働きかけにより、国王安リ4世は21歳の李主流を、ルソン司教に任命した。彼はまだ教会法の定める年齢に達していなかったため、ローマ教皇の特名を受けるためローマを訪れて、1607年4月に、正式に司教の除解を受けた。1608年に、司教区へ赴任してほどなく、 プロテスタントが強い力を持つ、この教区で改革を布告した。リシュリューは、トリエント公会議で定められた、教会改革を、フランスで最初に実施した主教となった。この頃、リシュリューは、ジョセフ神父、ピアー、ヨゼフの名で知られるカプチンフランシスコ修道会の、フランソワル・クレール・デュ・トランブレーと信仰を持ち、後に彼は、リシュリューの副神となった。リシュリューとの信仰と、常に、 灰色のローブを身につけていたことにより、ジョセフ神父は灰色の数奇教、黒幕の異名を持つことになる。後にリシュリューは彼を外交交渉にしばしば用いている。1614年、ポワトゥーの聖職者たちの求めにより、リシュリューは教区の代表として全国三部会へ出席した。三部会において彼は、精力的な教会の代弁者として活動し、 教会の免税と司教の政治的権力の向上を主張した。彼はトレント公会議の布告の実施を主張する最も際立った聖職者だった。平民の第三部会が彼の努力に対する最大の敵対者となった。会議の終わりに第一部会、聖職者は請願書や意思決定を読み上げる演説者に彼を選んだ。リシュリューの雄弁は、 摂政マリー・ド・メディシスとその長身コンチーのコンチーにの関心を引き、三部会の閉会後間もなく、リシュリューはルイ十三世の王妃アンネドート・トリッシュの司祭として、宮廷に仕えることになった。当時の宮廷では、九歳のルイ十三世が即位した時に母皇マリー・ド・メディシスは摂政となり、1614年にルイ十三世が成人して、摂政を終えた後も、 実験を握り続けていた。リシュリューは母校、マリーの長身で、当時最も有力な大臣だったコンチーノに忠実に仕えることによって、政治の世界へ踏み込んだ。1616 16年、リシュリューは国務卿となり、外交を担当、コンチーニと共に、マリーの助言者となった。だが、彼女の諸政策と、長身、コンチーニは、国内では人気がなく、 結果マリーとコンチーニは、宮廷内の陰謀の標的となった。彼らの最大の敵は、シャルル・ダルベールである。1617年4月、ダルベールの格索により、ルイ13世は、コンチーニの逮捕を命じ、その結果コンチーニは暗殺され、マリー・ド・メディシスの政権は倒された。コンチーニの遺体が、パリの群衆によって寸断され、 晒し物にされていたところを通りかかったリシュリュウは、彼の馬車に追加する群衆に、国王に対する忠誠であると彼らの行為を称えて、難をれている。ルイ十三世は、ダルベールを、リュイヌ公と、なし、超新リュイヌ公が新たな権力者となった。一方、パトロンの死により、権力を失ったリシュリュウは罷免され、宮廷から追放された。さらに1618年、 リシュリューを依然として疑っていた国王は彼をアビニョンへ追いやった。この地でリシュリューは多くの時間を著作に費やし、と題する公共要理を表している。1619年、マリード・ドメディシスは遊兵されていたブロワ城から脱走し、貴族反乱軍の名目上の指導者となった。国王とリュイヌ公はリシュリューを召喚して、母校の説得に当たらせた。リシュリューはこれに成功して、 母皇と国王,王との調停を行った。この複雑な交渉はが締結されて、身を結び、マリードメリシスは、自由を取り戻し、国王と和解した。この頃に、母皇マリーに仕えていた長兄リシュリュウ公アンリが、血統を行い死亡している。1621年に、ルイヌ公が死ぬと、リシュリュは、急速に権力を掌握し始める。翌1622年、 リシュリューの国務会議入りを母校マリーから推薦されたルイ十三世は彼を悪魔のように憎んでいると拒絶していたが国王はリシュリューを数奇教に任命し同年四月十九日にローマ教皇フレゴリウス十五世は彼を除外したフランスはユグのフランスのプロテスタントの反乱などの危機に瀕しておりリシュリューは国王にとってなくてはならない助言者になりつつあった 1624年4月に国務会議の顧問官に任命されると、リシュリュは首席国務卿、ラ・ビュービル公の失脚を企てた。同年8月にラ・ビュービル公は汚職容疑で逮捕され、リシュリュが代わって首席国務卿、最少となった。リシュリュ水貴卿は私の第一の目標は国王の尊厳。第二は国家の盛大であると述べている。 リシュリューの政策は、主に二つの目標からなっていた。王権の強化と、オーストリアとスペインを漁するハプスブルク系の対抗である。最小となってほどなく、彼は、バルテッリーナ、北、イタリア、ロンバルディアの渓谷での危機に直面した。この地域における、スペインの基都に対抗すべく、リシュリューは、プロテスタントスイスの関東、州であるグラウビュンデン、ここも、 戦略的に重要な警告であるを支援した。リシュリューは、バルテッリーナに軍隊を展開させて、教皇の中流軍を追い払ってしまう。ローマ教皇を敵に回して、プロテスタントの関東を支援するリシュリューの決定は、カトリックが優勢なフランスで、多くの敵を作ることになった。国王の権力をさらに固めるために、リシュリューは、封建貴族層の影響力を抑制しようとした。 1626年、彼は、上代の地位を廃止し、国防用を除くすべての城塞の破却を命じた。これによって、彼は国王に対する反乱に用いられた、フランス貴族の防御拠点を奪い去った。中世以来の大験貴族たちには血統の習慣があり、しばしば血統禁止令が出されたが一向に、守られなリシュリュは改めて血統禁止令を出し、 違反した貴族を容赦なく処刑してこの悪臭を立っている。この結果、リシュリューは多くの貴族たちから憎まれることになる。王権の強化のもう一つの障害が、フランスにおける宗教分裂であった。国内における最大の政治的宗教的分派であるユグノーは多数の軍隊を有し、反乱を起こしていた。さらには、イングランドをチャールズ一世がユグノーを支援すべく。 フランスに戦戦復刻をする。1627年、リシュリューは軍に対してユグノーの拠点ラロシェルの包囲を命じ、自らが包囲軍の指揮を取った。バッキンガムを率いる英艦隊がラロシェル救援のために派遣されたが、惨めな失敗に終わっている。ラロシェルは1年以上持ちこたえたものの、1628年に降伏したラロシェル包囲戦。 ラロシェルで大敗を喫した後も戦闘を続けていた、率いるユグノー軍も1629年に撃破され、に服した。この結果、1598年の南都直令で与えられたプロテスタントに対する信仰の自由は認められものの、政治的軍事的所得権は廃止されてしまう。ロアン公は死罪にはならず、後にフランス軍の将軍となっている。ハプスブルクスペインは、 ユグノーとの紛争でフランス軍が引き止められている状況を理して北イタリアのマントバ公国継承問題に軍事介入をしていた。ユグノーが降伏した後にリシュリューはこれに積極的に対抗し1629年2月、ルイ13世トリシュリューは自ら軍を率いてアルプス山脈を越え北イタリアに出征してスペイン軍を撤退させた。戦争は フランス軍の優勢に進むが、戦費調達のために、財政難に陥り、母校マリーをはじめとする貴族や民衆の反発を受けている。その翌年、リシュリューの地位は、以前のパトロンである母校、マリード・ドメリシスに脅かされることになる。母校マリーはリシュリューが、自分の権力を盗んだと信じており、リシュリューの対ハップスブルク政策に反対する、カトリック特進派の告示詔書、 ミシェルド・マリアックと結びついて、リシュリュー失脚を図った。母校マリーは、息子のルイ13世に、最小の悲鳴を求めた。当初、ルイ13世はこれを拒否していたものの、結局は説得されて同意した。1630年11月11日、母校、マリード・メディシスと、王帝オルレアンコ・コーガストンは、リシュリュー悲鳴の確約を、国王から受ける。 リシュリューはこの陰謀に気づくとすぐに、包囲するよう国王を説得した。結局、ルイ十三世は土壇場で態度を翻し、リシュリュー指示を表明する。これ以降、国王のリシュリューに対する指示が揺らぐことはなかった。リシュリュー公爵位が作られ、また、フランス貴族の称号が彼に与えられた。一方、陰謀を格索したマリアックは逮捕され、母皇、マリー・ドメリシスは、 コンピエーニュに遊兵され、その後亡命している。母校マリーとウルレアン公は、リシュリュー失脚の陰謀を続けるが、成功することはなかった。貴族たちも権力を奪われたままだった。唯一の大きな反乱は1632年のモンモランシー公、アンリニセイの反乱で、リシュリューは敵対者たちを徹底的に弾圧し、モンモランシー公の処刑を命じた。 リシュリューの苛烈な方法は、彼の敵を威嚇するためのもので、過酌なキリシュリュー。恐るべき、数奇教は人を支配するよりも粉砕すると評された。彼はまた政治的地位を安泰とするため、フランス国内外にスパイ網を構築している。リシュリューが権力を握る以前から、ヨーロッパ諸国の多くが三十年戦争に参戦していた。フランスは公式には、 スペインとオーストリアを支配するハプスブルク家と改戦していなかったが、ハプスブルク家の敵対者たちに秘密裏に資金などの援助を行っていた。1624年、フランスから秘密裏に援助を受けたマーキス・ド・クーブル、率いる文献隊がバルテ・リーナをスペインから解放した。1625年にはリシュリューはイングランド軍に仕えるドイツの著名な傭兵隊長、 エルンストフォン・マンスフェルトへ資金を送ってもいる。1629年になると、新聖ローマ皇帝フェルディナント2世はドイツにおいて、敵対するプロテスタントのほとんどを制圧。フェルディナント2世の影響力を警戒したり主流は、スウェーデンに介入、促し資金を与えている。一方で、フランスとスペインは来た。イタリアをめぐって争っていた。ハプスブルク帝国とスペインを結ぶ。 当時の北イタリアはヨーロッパの勢力均衡の戦略的用地であり、ハプスブルク帝国の軍隊がこの地方を支配することは、フランスの国益にとって重大な脅威となっていた。1630年にレーゲンスブルク駐在フランス大使がスペインとの和平協定を結ぶと、リシュリューは指示を拒絶した。協定ではフランスのドイツ介入を禁じていたため、リシュリューは ルイ13世に協定への署名を拒否する要助言。1631年にフランスは戦争に介入したスウェーデと同盟を結んだベールバルデ条約。フランスをプロテスタント勢力と正式に同盟させたことで、リシュリューは裏切り者とローマカトリック教会から非難された。1635年、フランスは正式に スペインに戦線布告して三十年戦争に参戦した。戦争は当初、スペイン軍と皇帝軍が勝利を重ねてフランスは劣勢を強いられ、一時は皇帝軍がパリ近くまで迫るほどだったが、双方ともに決定的な優勢を得ることはできず、戦争はリシュリューの没後まで続くことになる。リシュリューは軍人としてアンギャン公、後アトノコンデ公、ルイ二世と、 テュレンヌを取り立て、この二人が三十年戦争で、フランス軍を率いて活躍することになる。戦費は国家の財政にとって大きな負担となったため、リシュリューは、円税、と、対輸税、土地税を引き上げた。対輸税は戦争遂行と軍の増強の財源となっていた。聖職者と貴族、そしてブルジョアは免税されていたり、課税をたやすく逃れることができたため、 主には貧しい庶民にのしかかることになった。より効果的な徴税と汚職を最小限にするために李主流は地方管理をバイパスして国王に直接使える役人の安旦団、地方観察官へ変えている。だが李主流の財政計画は民衆の暴動を引き起こすことになり、1636年から1639年にいくつもの農民反乱が起こった。李シュは 反乱を徹底的に撃滅し、半島を過酷に扱っている。晩年のリシュリューは、教皇ウルガヌス八世を含む多くの人々と不和になっていた。リシュリューは、教皇から嫌われ、フランスにおける教皇特使に任命することを拒否されていた。その代わりに、教皇は、フランス教会、または、フランスの外交政策を司ることが許されなかった。だが、 この紛争は1641年に教皇がリシュリューの副審であるジュール・マザランを枢機教に除することによって大いに緩和された。ローマ・カトリック教会との紛争にもかかわらず、リシュリューは教皇の権威をフランスから完全に排除せよとのガリカニスト、フランス教会史上主義の主張にはしなかった。四季が近づいたリシュリューは彼を失脚させようとする陰謀に直面することになる。 彼は、サンイコールマール公爵、アンリ・コワフィエドリゼという若者を国王に紹介していた。サンイコールマールの父は、リシュリューの友人だった。さらに重要なことは、サンイコールマールを、ルイ十三世の長身となし、国王の決定に対してリシュリューがより大きな影響力を及ぼすことだった。1639年にサンイコールマール公は、 国王の長身となったが、リシュリューの目論みと異なり、サンイコールマール公は、彼の意のままにはならなかった。若い公爵はリシュリューが彼に権力を与えようとしない、ことに不満だった。1641年、彼はソアソン博によるリシュリュー失脚の陰謀に加担する。陰謀は失敗したが、この時は彼の関与は露見しなかった。翌1642年、 サンイコールマール公は、王帝オルレアン公を含む貴族と共に反乱を、くわ立てた。彼はまた、スペイン王と密約を結び援助を取り付けていた。だが、リシュリューの長方網が陰謀を探知して、密約の写しをリシュリューへ届けた。同年6月、サンイコールマール公は直ちに逮捕され処刑された。だが、この時にはすでに、リシュリューの健康は損なわれていた。 彼は侵食性海洋を患い、また眼性疲労と頭痛にひどく悩まされており、他の多くの疾患も抱えていた。短歌に乗って戦場で軍隊の指揮をとっていた、リシュリューだったが、指揮が近いと悟った、彼は最も信頼する腹心のマザラン枢機卿を後継者に指名した。もともとマザランは星座の代理人だったが、彼は教皇のもとを去ってフランス国王に仕えていた。 1642年12月4日、リシュリューは、パリの自定パレカルディナル、現在のパレロワイアルで死去した。臨終に際して、長在司祭が、何時は、何時の敵を愛しますかと問うと、彼は、私には、国家の敵より他に、敵はなかったと答えたという。遺体は、ソルボンヌの教会に埋葬された。その半年後の1643年5月14日、 国王類13世が41歳で死去した。わずか4歳の類14世が即位し、リシュリューの後を継いだ。マザラン・ス機キ教が、ヨ君の補佐をする最小となる。リシュリューは、芸術家のパトロンとして有名だった。自身も多くの宗教や政治に関する著作を残しており、最も有名な著作が、政治的書である。彼は、多くの文学者に資金を出しており、 また当時は芸術としての評価が低かった演劇も愛好した。講演した人物の一人に劇作家のコルネイユがいる。リシュリューは結出したフランス文学学会であるアカデミー・フランセーズを創設し、パトロンとなった。もともとは非公式の文人サークルだったが、リシュリューがこの団体のためにを出している。アカデミー・フランセーズは40人の会員からなり、文学を奨励し、 現在でもフランス語の公的権威であり続けている。リシュリューは学会の保護者となり、1672年以降、この地位には歴代のフランス国家元首がついている。1622年にリシュリューはソルボンヌの学長に選出された。彼は大学の建物の改築を取り仕切り、有名なチャペルを建築した。死後ここに埋葬された。ソン主教であったため、 彼の彫像がリュソン城外に立っている。リシュリューはパリ市内の上官パレカルディナルの建築を監督した。上官はリシュリューの死後にパレロワイアルと名を変えて、現在は文化省国務院が入っている。パレカルディナルの建築家はアンドルイコールエイコールロワールにある一族伝来の領地の上官と周辺市外の建設も任され、この計画は リシュリュー城との建設にまで発展した。彼はこの城管にヨーロッパ最大の芸術コレクションを加えており、最も有名な作品にはミケランジェロ製作の彫刻、ドレやヤ、ルーベンス、プッサンそしてキツヤーノの絵画があった。詩人ラ・フォンテーヌはこの地を世界で最も美しい村と述べている。フランス革命が起こるとコレクションは散逸し、城管は解体された。 ブルボン朝の発展と繁栄のために大きく尽力し、近代フランスの礎を築いた大政治家であった。冷徹なマキャベリストであった反面、稀に見る無視の人でもあり、異性者としての広い度量を兼ね備えてもいた。それゆえ政治家としてリシュリューを認める思想家も多い。リシュリューの死後、ボルテールやジュール・ミシュレ、モンテスキューが、 フランス国家に対する彼の功績を称えている。明治期の中江町民は大政治家の一人として、ビスマルクや諸葛公明、徳川家康、大久保利道らと共に、リシュリューの名を挙げている。リシュリューの信念は、王権の拡大と盛大への維持、すなわちフランスは、あらゆる他国を抑えて強大にならねばならないとの確信であり、 この心情に従わない者に対してはすべてこれを家の敵とみなして徹底的に撲滅を図った。心象筆罰など必要ない。筆罰だけが重要だという彼の言葉からもわかるように他者を罰することは自身の生きがいでもあった。知りしよくにとらわれない人物とされるが、資材を蓄え価格を高めるために一族の婚姻政策を熱心に行っている。 性格的には陰気で、感触を起こしやすく、一方でひどく塞ぎ込むこともあり、時には周囲を驚かすほどに泣き出すこともあった。もっとも李主流は手紙で、私の怒りは、理性から生じたものでると、政治的な演技であるとも述べてもいる。大龍魔作の小説、三十史にも登場し、王妃や三十史と対立して、作望をめぐらす悪役としての側面と、 フランスの発展に尽力する、優れた政治家としての側面という両面から描かれている。フランス革命の時期に、リシュリューの遺体は、他の場所へ改装され、エンバーミングの際に取り除かれて変えられ、ミえラ化した彼の頭部の顔面部分は盗まれてしまった。1796年までにこれは、ブルターニュのニコラスアームの所有となり、彼はしばしばこのよく保存された顔面を公開した。 これを相続したオインのルイ・フィリップ・アームもしばしば公開し、また学術研究のために貸し出している。1866年、ナポレオン三世はアームを説得して、政府の所有に戻させ、他の部位の遺体と共に再埋葬させた。日本語文献 ISBN978 から4から3901082294。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。